社民会参加したことないから緊張するやつ、お楽しみですね。こんばんは。今日はねちょっと気合を入れてみました。ミラーボールありがとうございます。ありがとう。そうですね、4周年まだ無観客か有観客っていうのかなかわかんないけど、すごく嬉しいです。可愛いんですか。ちょっと頑張った。家帰ってから見せようと思って届きました。ありがとう。そうそう、くまちゃんのお友達ができたのでね。あ、そうなの。ゆあの人お客さん入れれるんだね。よかった。このこと？お部屋に飾るね、二人とも。そう。ありがとう。もうチケット申し込み開始してるよ。よかったらぜひももに会いに来てくださいな。これはね、かわいいね。申し込むね、ありがとう。めっちゃ帽子長い。わあ、帽子長い。帽子めっちゃ長いです。すごい、かわいい。この帽子濡れるらしいですよ。見分けがつかなくなっちゃう。よいしょ。来週ではクワトロ、そうだね、クワトロも大人っぽいですか。ちょっとさっき巻いてみたんですけど、となんていうウェーブ巻きか。巻いたらちょっと大人っぽくなるんですよ私は。もーちゃんに会える機会が増えてるし、よかった。可愛くてドキドキするやつ、よかったです。じヤホミマル、ヤホミマル、お嬢様感出てますか。うねうね、かわいいでしょ。ちょっと前髪も結構好きです、今日の前髪。そう、何巻いたら16歳ぐらいに見えるの。よかった。巻いたら実年齢っていうのかなに見えますね。武道館一番後ろの席で遠かった。それは遠い、それは遠い。ね、こんばんは。
そっか、ドライブのイベント、そうね、ありがとう。こんばんは。マフラーが完売で直前でうちは盛り切った。あ、そうなの、嬉しい、ありがとう嬉しいんですね、ちょっとありがとう。一つ聞いていいですか。ももちゃんの目指している場所を聞きたいです。私の目指しているところは、そう、謝ろうと思って期待に応えられなくて、そう、頭。飲み込もうと絶対聞こえた。私泣くと黙り込む癖あるかもしれない。ありがとう。みほりんから LINE 来た。寝会えてると思う。恥ずかしいな。頑張ろうって一緒に。頑張ろう一緒に、みほりん。
でも今回の曲私めちゃくちゃ好きだなって思って、まだあんまりあの 私は聴けてないのでいっぱい聴こうと思います。いい曲だった、めちゃくちゃ好きだなって思った。マネージャーさんに1回くらい1回か2回か3回かぐらいは聞かせてもらったんですけど、あんまり聞いてなかったので。選抜メンバーでも結構前から知ってて立ち直ったつもりだったけど、実際やっぱり見るとへこむけど、なんかなんだろう、自分に足りてないところも今回分かったから、からもっと頑張っていこうと思えるきっかけにもなったし、そう、頑張ります。ありがとう、みんなが見てくれるからもっと頑張ろうって思います。中さんは鳴らしませんそう、大丈夫、まだお腹はめっちゃ空いてるってわけださらに前で応援していきます。ありがとう。59日、明日で60日だ。晩ご飯わかんない。なんだろう。温かい言葉をありがとう。俺たちはいつも君のそばにいるぜ、かっこいいけどありがとう。
今日前髪綺麗うほんとにすごい速さで集中してるからね、楽しみでしかない。ありがとう。まだまだこれからもこう急上昇できるように頑張ります。成長物語、そうですね、成長物語。嬉しい涙のスクショは撮れるけど今日は撮るまあでも今日のことがそんなこともあったなって、懐かしいなって思えるように、これからもっと急上昇になれるように頑張ります。頑張ります。ごまかしてありがとう。ここからだね、頑張ります。お手紙書くね、お待ってますよ。わら焼きのカツオ食べたいね、もも食べたい。シングルの話から申し込みました。お、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい楽しみです。年賀状届きました、ありがとう。いっぱい届いて嬉しかったあの削ってねってやつ嬉しかった。会社枠の駐車と申し込むね、ありがとう。4周年のコンサートで見れるのが楽しみ、もも楽しみ嬉しい。あ、本当だ、帽子脱げるんだこれ帽子脱げるらしい。年賀状今から送ろうかな、お、ぜひ待ってます。4周年のコンサート当たるといいな、お、待ってますよ。今日はでも本当に感動した、見てて。
帽子取ると恥ずかしい形してるの？そうなの？ピョン。なんか跡ついてる。なんかさ、ギュってなってる。ギューしなってる。でも可愛くなって直したら。すごい。ほら、かぶせてあげるね。私が外したんだけど、かぶせます。はい。もーちゃんならこれ入りそう。結構デカめの帽子なので入りそう。それ取ったら赤いやつかも。なんか取れるってメンバーから聞いたから取ろうかなと思って取ってみたら取れた。にゃん、ヤホミマル、ヤホミマル。え、関西弁で取った？いろんなメンバー取って遊んでる。そうなんだ。遊んでたんだ、みんな。最初にリコチが撮ってるの見た、私は。服着せてた子ミホリンじゃなかったっけ。クマ、さっきクマが来た、ありがとう。ここに皆よく知ってる。本当だ、よく知ってる。ママが作ったの、すごい。みほりママいつも笑顔で手振ってくださるから、すごい優しいな。優しいと思う。実際話したことはないんですけど、いつもこうやっていっぱい満面の笑顔で手振ってくださるので。すごい。名前もね、これから決めていきたいね。ふにょ太郎かわいい。この子はゾザの女の子にしようかな。どっちが男の子だから、男の子と女の子で。ももちゃんファミリーはね、一回も公園来たことないんですよ。でもなんかママが結構 DMM でずっと見てくれたり、パパも すごく、パパも、なんて言うとしたっけ、パパも、あ、そう、配信をすごく見てくれるんです。はにゃこかわいい。あー、くもありがとう。パセとママセに公園で見てほしい。見てほしいかな。いつかね、また忙しくないときに。
姉ちゃんは関係者席じゃなくて最前列とセンターに座るでしょ。すごい、もうずっと笑い止まらなくて、絶対そういうの絶対そうだったら永遠笑ってそう。そうだ、しんみりした曲でも笑っちゃいそう、絶対笑う。推しグッズフル装備で最前とセンターで。やだ、笑うもん絶対。絶対笑っちゃう。いるし。いるじゃん、最善管理しますって。やだ絶対。笑うもんもも絶対ずっと笑っちゃう。びっくりした、いないと思った。見てないと思った。レス送らないと送ります。じゃあペッペのレス送ります。ペッペっていうのをやります、目の前で。ペッペ湧いた、湧くの？この間までペッペ嫌って言ってたのに。じゃあベーってする。じゃあベーって、愛ちゃんもう今日めっちゃ前髪綺麗じゃない？こっちから見たら綺麗じゃないけど、こっちから見たらそう、私生え方なんですけど、こっちがこう綺麗にいってこっちは行かないっていう髪なんですよ。毎日綺麗。あ、みどりも真ん中ぐらいに来てくれてるの、ありがとう。また最近はついに眉マスカラを購入しまして、眉毛がいつもよりはしっかりしているじゃないでしょうか。いつもよりは。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。わたあめじゃない、確かにわたあめに見える。ももから見たみほりんはね、あ、もういつでも優しくてすごいお姉さんって感じがして、しかもすっごい真面目で、なんだろう、もう全部尊敬してる。優しいよ、勉強も教えようかって言ってくれたりとか、すごいさっきも励ましてくれたし、
優しいんです。あ、チュってきた。チュッチュ。嬉しい、可愛い絵文字が来た。ちゃんが一番可愛いよって。ありがとう、愛ちゃん。すごい、今日はみほりんも愛ちゃんもコメントしてくれて幸せ者ですね。今日も鼻がすごい光でテカってる。こんばんは、こんばんは。ありがとう、来てくれて。チュッてされるなら最善へ。最善へ。ペッペ専用席。むちゃんには素敵なお姉さまがたくさんいますね。そうなんですよ。年下の特権ですね。この丸いやつすっごい触り心地いい。ママが好き、ありがとう。激しい最善の争いになりそう。嬉しいかな、ペッペされて。みんな浴びたい。浴びたくないよ絶対。無理無理、もちもち、無理無理、もちもち。こんばんは、こんばんは。ニンニクがっつりの次の日のペペ遠慮しとこうと思います。それは当たり前です。しませんよ。なんだこれは。対戦の残像にだからペッペしてください。ペッペ。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃこりゃ。久しぶりに髪巻いてテンションがすごい
嬉しいテンションが嬉しい嬉しい湧いたってまだ見てくれとったしぶりに愛ちゃんの手料理が食べた。ももね、でもももこの間クリームパスタ作ったら喜んでくれたから、ももまた何か作りたい、みんなに家族の(笑)お姉ちゃんとコメントかぶったそう、めっちゃ美味しかった、よかった。そう、私クリームパスタ得意料理かもしれんあんま難しくないけどそう、明太子クリームパスタが好きです。ももの手料理ね、作ってみたいな、みんなにまずくなっちゃったらちょっと申し訳なさすぎるけど、隠し味のペッペ、それだけは知ってるやだー、しないよ、うん、もちゃんが料理失敗してるとか見たことない。あ、でも一回クリームパスタ作るときにめっちゃ濃くなっちゃって、すごいちょっとクリーム多すぎたなって学習したことはあるよ。あんまモモが難しいのは挑戦しないんですよ、まだなんか不安だから。あとなんかあんまお肉使う料理をなんだろう、ママがさしてくれない、まだいや、やろうと思ったらやらせてくれるんですけど、なんかそう、生のお肉は丁寧に扱わないとダメよって。下北編も姉妹出演で実現するというね、うん、実現したいなはパティシエモーちゃんが作るケーキが食べたい焦がしそう。私今日ね、なんか甘いもの食べたくなって結局食べなかったから、ちゃんと小麦粉禁止生活してるんですけど、小麦粉とあのオリーブオイルと砂糖をつけて、入れて作るクッキーを作ったんですけど、焦げちゃって食べれなかったから、これは食べてないことになっちゃった。もうなんで焦がしたんだろうと思って、そう焦がしちゃった、うっかりしてて。そう黒くしちゃったので諦めました。これは私が小麦粉を食べちゃいけないという
なんて言ったの、お告げというか、そう、神様からのお告げだったかもしれない食べる気満々だったけど、焦げた瞬間、あ、食べたらダメだと思った。こういう、こう、まあ、食べてもいいんですけど、ちょっと焦げてるのは体に悪いっていうので、最初がにやめた。なんかでもちょっと焦げてるやつ意外に好きな時多いよ。もうほんのちょっと、なんかもう、カリミが深いね、美味しいよね。あれも美味しい。あそこ、なんだっけ、あ、たこ焼きのちょっとパリってしてるとことか、もんじゃとかちょっと焦げてるとことかが好き。もんじゃの作ったものなら真っ黒焦げでも食べます。いやー、体に悪いよ。カリカリしててね、美味しいよね。あ、餃子の羽のとこも美味しい。久しぶりにまた餃子配信したい。餃子めっちゃ美味しい。でもあんま食べててないな。もう最近小麦粉好きすぎて、夜ご飯何食べようと思ったら、もうまず小麦粉のご飯しか出てこなくなっちゃってる。もんじゃ食べたい、たこ焼き食べたい、パスタ食べたい、パンを食べたいってなって、そう、困ってる。そう、餃子も小麦粉よね。そういえば、これお話し会で作った、使った服、この間かわいい。美味しいものすべて小麦粉絡んでるから、ほんとよ。小麦粉すぎてびっくり。美味しいものって大体油か小麦粉がある。かわいい、ありがとう。52分、じゃあ53分になったらもうちょっとでなっちゃうのけど、読みます。そう、本当にすぐだったね、多分もうちょっと。アイスは両方入ってない？ならいいかな。あー、今日お菓子食べたい。急にお菓子食べたくなりました。52分を伝えてごめん。うん、こちらこそ、いつも教えてくれてありがとう。めっちゃ助かってるよ、本当に。いつもこの部屋、あの、時計ないんですよ。あ、1個あるな。パパが鬼滅の刃の炭治郎のあの、来てくれたから、でもあっちにある。300円まで使っていいの？じゃあキットカットとパイの実買います。でもパイの実ブームすぎて、ずっとパイの実食べたい。でもこれも小麦粉じゃんと思って。小麦粉ドーナツ食べたのいいな。
いいなみんな。ママはなんかローソンのなんかいちごお餅ロールケーキ的なやつ、ごめん絶対名前全然違うけど、そういうやつすごい気になってて食べたいと思ってる。53分ですか。それではそろそろ読んでいきたいと思います。君大福食べてるのか羨ましいぞそれでは読んでいきます。ルダンさん、バラありがとう。林おちょごちょごちょごさん、かわいいありがとう。ファイトもありがとう。久しいさん、梅の花にハートありがとう。ゆびさまさん、かわいいありがとう。ドラゴンさん、ミラーボールありがとう。スタジオしふくちゃんさん、かわいいありがとう。かまちゃんさん、かわいいありがとう。つかちさん、ファイトありがとう。にやうもありがとう。ありがとうもありがとう。お疲れたくさんありがとうね。 JS さん、お疲れありがとう。かまちゃんさん、かわいいありがとう。もち太郎さん、ファイトありがとう。ドラゴンさん、ファイトありがとう。よく頑張った、もうありがとう。しょうさん、よく頑張った、ありがとう。りんごさん、ファイト、ありがとう。ミシェルボーイさん、尊い、ありがとう。ラスカルさん、タコ、ありがとう。なおともさん、うちの残り地、ありがとう。しょうさん、お疲れに、よく頑張った、ありがとう。かんちゃんさん、ファイトありがとう。エイトさん、かわいいありがとう。スタジオしゆくちゃんさん、ファイトありがとう。なおともさん、かわいいありがとう。久しさん、ファイトありがとう。なおともさん、とといにハートありがとう。ピリリさん、うちでのこづちありがとう。ゆきあきたさん、これはハートありがとう。りせさん、くまちゃんありがとう。くま、ここだ。ありがとう、くまくまん。しょうさん、グッドゲーム、ありがとう。しんじくんさん、ちでのこづち、ありがとう。たんぽぽのお酒さん、あら、あら、くまちゃん、ありがとう、くまくまこちけさん、ファイト、ありがとう。なおともさん、おんぷ、ありがとう。うらがんさん、かわいい、ありがとう。とてもありがとう。たーちゃんさん、かわいいありがとう。ドラゴンさん、チレノコスチありがとう。ひでくんさん、ハートありがとう。なかなかう。ただいまさん、コバありがとう。ゆうてきたさん、ファイトありがとう。ゆめちしたコバのぐったい、ピピピピピさん、タコありがとう。りょうすけさん、チレノコスチありがとう。しいたけさん、バラありがとう。きのじさん、かわいいありがとう。たーちゃんさん、お疲れありがとう。しんじくんさん、ファイトありがとう。時間大丈夫かな。13位のしんじくんさん、ありがとうございます。6シングルで発散しそう、ありがとうね楽しみです。いつもありがとう、会えるの楽しみ。ジュニーのなおともさん、ありがとうございます。ジュジーのあざあすさん、ありがとうございます。ジーのドラゴンさん、ありがとうございます。モーちゃん、今日も素敵なアイドルさん、ありがとう。頑張るね。ケイの天気さん、ありがとうございます。明日は桃之助といっぱい喋るぞ。あー、喋るぞ。ジーのふみちゃん、ありがとうございます。これでステップアップの楽しみがもっと増えたね頑張ります。急上昇できるように。急上昇、上昇、うん、上に、こうなるように頑張ります。7位のつかちさん、ありがとうございます。6位の闇落ちたくまぬぐたいピピピピピさん、ありがとうございます。5位のたらいもさん、ありがとうございます。4位のスタジオしふくちゃんさん、ありがとうございます。タイのタンポポのうさぎさん、ありがとうございます。ずっともーちゃんの味方、これからもよろしく、よろしく、ありがとう。2位のたーちゃんさん、ありがとうございます。これからももーちゃんにへばりついていきます。お、嬉しいです。へばりついてください
ちの翔さんありがとうございます。これからもおーちゃん応援します。おーありがとう。一緒に頑張りましょう。嬉しいです。ちょっとな、拍手が時間がなくなっちゃうかもってなって途中ちょっと短くなっちゃってたんですけどごめんなさい。あいちゃんもパチパチありがとう。ありがとうございました。あー59分よかった、セーフです。ありがとうございました。今日はいっぱい励ましの言葉をありがとう。でこれからも頑張っていきますので忘れないでくださいありがとう。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、送らなくてごめんなさい。うん、みほりもお姉ちゃんもありがとう。それではまたね。バイバイ、いい夢見てね。大好きだよ。これからもよろしく。バイバイ。おやすみ。おやすみ。またね。よろしく。